皆さんおはようございます。山中工情報創造館指定管理者館長丸山隆弘です。最近図書館の利用が伸び悩んでいるので、新着図書からいくつか本を紹介するという動画を作ってみたいなと思っております。今並んでいるやつですね、こんな感じで、こんなのどうですか。かぶり物紙工作、中はねちょっと公衆送信券で見せられないんですが、こういうかぶり物をですね、ペーパークラフトで作るという本でございます。それから僕が好きなのはですね、これかな、超リアルなジオラマ。すごいリアルでしょ、これ。これの作り方がこの本に書いてあります。ぜひなんかチャレンジしてみるといいかもしれません。それから気になりますね、インターネットの次に来るもの、未来を決める12の法則。どんな法則なんでしょう。12個書いてあるのかな。この作者は、ね、ケビン・リーさん、この人もなかなか注目の人なので、ぜひお手に取ってみてください。それからこれがいいな、ちょっと本屋さんで見つけて、これぜひ欲しいと思って購入しました。休日の過ごし方などがですね、ちょっとワイルドにちょっとおしゃれに書かれています。こんな本も手に取ってみるとなんか面白いですよ。それから今話題のビットコインとかね、ブロックチェーンとかについてもちゃんとこんな本を買いましたので、あとはさ、デザイン、なかなかねデザインをやるとしてもこう絵心がないという方も少なくはないんですが、こういう本を参考にするとレイアウトとかで参考になるのがたくさん出てますので、お役に立つかと思います。あとは小説でおすすめなのが Me Before You、 これね泣けちゃいますよ。まだ映画化になってるんですが、日本ではまだ上映公開は未定かな。とてもいい作品です。ちょっと長いですけどね、ぜひこれも面白いです。それとあとこれもおすすめかな、鏡。こんな本もねちゃんと情報創造がありますので、ぜひご来館いただいて手に取ってみていただけるといいかなと思います。こんな風にして、時々新着図書を紹介したいと思います。またぜひご来館ください。